はい、では大キャノンです。ドラゴンクエスト10オフライン目覚めし5つの種族、はい、これで第4回目ですかね。もうなんかレディという半魚人に生まれ変わりましたけど、なんかそのシェルナーっていうですね、まあ、重大な役目になる試験があるみたいです。はい、ね、アイキャノンは大キャノンはアーシクのシェルナーになるため友人のヒューザーと共にセトリー村長の出す試験を受けた。村の北の洞窟にある地底湖の水を汲んで太陽と月が一巡りする前に先に帰ってきた方がシェルナーになれるようだ。大キャノンはセトリー村長からガラスの小瓶を受け取った。装備ぐらいちゃんとしていくかな。オグリード大陸、ちなみにそれがどこかは分からん。何これ、え、なんか、ま、流れてるの道に。え、道が川になってる、そういう感じなんですか、このエディの民の。あれ道具とかもさ、もう完全にもうリセットなのかな。そうそうか、なんでここはいつもこれがある、石碑いつもここにある。この魔法がかった石碑は何なの。なんかおるぞ、見たことがないモンスター戦ってるよ。プチアノーかい、プチアーノ、いけるぜ。
対おかしいと思うんですけど、何でも腐った死体だけさ、めっちゃ来た。何ビリビリバリアって。あ、これしかもなんかビリビリしてるよ。うわ、やばい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 。ちょっとどうなんのどうなんのこれ。やっとけえだ。またなっちゃうよ。これどうすんだよ。え、これちょっと強敵だな。こいつめんどくせえぞ。おい、攻撃呪文使えねえからな。これでいいのか。あ、ヒューザ来た。ちこいつに遅れを取るとはな。ここが地底湖か。確かにここの水は他の水とは違うらしいな。これでよしと。あとは村に帰るだけか。で、早く着いた方がシェルナーになれるってわけだ。お前が両親を探すためにシェルナーになろうとしてることは俺も知ってるさ。勝つのは俺だぜ。もう濁り出した。やじかかるか。
この水は汲んできたのだろう。見せてみろ。ほれほれ。ほんの少し遅かったようだな、ヒューザ。一足早くこやつが地底湖の水を汲んで戻ってきておるぞ。さあ、さっさと瓶をわしに見せろ。どれどれ。間違いなくこれは地底湖の水だ。よろしい、試験は終わりだ。アーシクのシェルナーを務める者はこやつであると今ここに宣言する。それではシェルナーになった証としてお前にルーラストーンを授けよう。使い方は孤児院のティーティーに聞くがいい。あ、なんか言ってたな。もしかしてあの浮いてたやつか。イザナイの祠って。残念だったな、ヒューザ。お前は次の機会を待つがいい。次ね。そんなもん待っちゃいられねえな。あ、ヒューザ。おお、アーシク、ついにシェルナーが決まったぞ。こやつがシェルナーとなったのだ。ほんと？おめでとう。そっか、やっぱり君が僕のシェルナーになってくれたんだね。ヒューザも頑張ってくれたんだよね。ありがとう、ヒューザ。俺に勝ってシェルナーになったんだ。ヘマすんじゃねえぞ。アーシクよ、花嫁に送る貝殻は持ってきたのだろうな。はい、これです、村長さん。ほっほー、なかなか綺麗な貝殻ではないか。一体どこで見つけたのだ。村の外の砂浜で。お前にしては上出来だ。きっと花嫁も喜ぶだろう。あれじゃねえの？その貝殻をこやつに。この貝殻を祈りの宿にいる僕の花嫁キールに届けてほしいんだ。いやー、これ絶対あれでしょ。頼んだよ。その貝殻には慰霊碑に祀られてる人の幸せも込められてるんだからね。そして花嫁キールを祈りの宿からこのレーンの村へと無事に連れてくるのだ。祈りの宿に行くにはコルット地方を越える必要がある。まずは村を出たら道なりに進め。道が小川と交わったら今度はその小川に沿って北を目指すのだ。そうすれば小さな滝へたどり着く。その左側にあるレーナム緑野へつながる道を越えたらすぐ右側を見ろ。そこに立っているのが祈りの宿だ。レーナム緑野の魔物は村の周りより強いから準備をしっかりとしていくのだぞ。ではアーシクよ、お前は家に戻り花嫁の到着を待つのだ。はい、わかりました。それじゃあ失礼します、村長さん。キールのことよろしく。シェルナーは何が全部やんないか。登録されて町はフィールドの一心で町はそんな。はあ。
おお、小さなメダルだ。やったー、小さなメダル手に入れたぞドラキー出てきてないのにタホドラキーがさ、タホドラキーの方が弱いんだっけ。雨降ってきた。すげえな、天候変わった。ドラクエ天候変わった。お、イラストに出てる。これか？いやいや。どれだ？入会せなあかんのか。すごい、なんかいろんなもん。すごいね。よいしょ。そうそうそう、
外へ散歩に出かけてるだと。おお、噂をすればなんとやら。お帰りなさい、キールさん。ちょうど良いところに戻られましたな。こちらはレーンの村のシェルナーとして参られたお方です。あなたがアーシク様の。遠いところまでありがとうございます。私はキールと申します。アーシク様の花嫁となるものです。よろしくお願いします、シェルナー様。ジュレットの町を訪れていたアーシク様と出会ったあの日から、今日のこの日をどれだけ待ったことか。すぐにでもレーンの村へと向かいましょう。町から村に。キールさん、流行る気持ちはわかりますが、まずはしきたりに従って花婿からの結納品を受け取りましょう。花婿より結納品となる貝殻を預かっておるはず。それをキールさんに渡していただけますかな。ではシェルナーより花嫁キールに結納品の貝殻の贈呈を。すげえめんどくさいわ。ほら見つけた、僕の花嫁。いや、やばいやばい。今の声、さあ僕と一緒に行こう。まさか魔物がこの祈りの宿に花嫁を。僕の花嫁。私はあなたの花嫁ではありません。さあ行こう、雷光の浜に。僕たちは結婚するんだ。話をご存知か。実は異例の浜の本当の名は雷光の浜というのです。花婿の霊を鎮める異例碑が立ったことで異例の浜と呼ばれるようになり、本当の名は廃れてしまいました。しかし今の黒い魔物は雷光の浜という名を知っていました。しかも花嫁を見つけたと。つまり今の魔物はあの浜で花嫁を失った花婿の霊が悪霊と化した姿ということでしょうか。花嫁の身の安全を守ることはシェルナーの大切な役目。すぐに戦いの準備をして異例の浜へ。何とぞキールさんをお救いください。もうあのアーシクのせいでもうとんでもねえことになっちまったな。最悪だぜ。あ、なんか宝物、魔法の小瓶意味ねえ。
2階は何を。夫婦で賢者。夫婦で賢者ですね。じゃあね、ちょっととっととこの事件解決まで。よいしょあーしくこらーやっぱりあの貝殻のせいでとんでもないことになっちゃったじゃないか。めっちゃ雨降ってるしよ。何この穴怖くねえこの穴。え、なんか幻の大地なんだよこれだよきっと。やっぱそう行くぜ。とあこの子にタブあったっけ。よし、行ってやるぜ。無駄だよ。何や。いつの間にか何こいつら来てる。黒き力が僕を再び花嫁に合わせてくれた。そうだ。僕はこの花嫁と二人で永遠に暮らすんだ。だから邪魔をするな。どうやって情報知ったのこの二人は。アーシク様、ヒューザがやられちゃう。僕のギエルも取られちゃう。逃げてくれ。キールを離せ。ダーリアは誰にも渡さない。ダーリアじゃないよ。君はシェルナーだったね。ちょうどいい。君も連れて行こう。力ずくでもね。二人で暮らすんじゃなかったのか。そして式を挙げるんだ。僕たちの結婚式を。なんかね、ナコード的な感じ。シェルナーって勝てるかな。
や、なんかめっちゃ強そうなんよ。いや、強っ。これなんだ、ふさわしいの。うわ、強え、ちょっと待って、いや、まあ、一回回復。やばい、強い。やるや。うわぁ、なんだこれ。こんな連続で攻撃してきたらやばい。早く探せ。探せ、よし。おるや。あ、来た。おいで。あー、また来た。やばい。探すんちゃうんか。痛い。うお、やばい。探す。わ、ちょっとひどくなった。何ここに来て守備力上げてくるんだ。焼きそソースなくなるよ。あ、ちょっとや。何それ。ちょっと待って、何開口戦。押し通した。いや、てか回収についていくか。え、でもバイアータイだよね。いける。よっしゃ、ちょっとや。痛い。もう一気や、最後。ダメ。おっしゃ、何か探してる。でもうないもんね、薬草もないもん。いけ。ダメか。何、いけ。おっしゃ、倒した。ギリ。やば、危なかった。一気に上がったな、6から10に。やだ、あの嫁を失うのはもう嫌だ。みんな消えてしまえばいい。僕とダーリアを、二人を邪魔する者はいなくなる。黒い力よ、僕の願いを聞け。嵐を呼べ、全てを吹き飛ばせ。なんだ、何かが来る。ダーリアさんが来るんじゃないの。なんだこれ、どこだ。壮大な話になった。何、世界中包み出したぞ。なんだっけ、この種族名もう忘れた。ポコリコなんかそのなし。エルフかな。
これはね。何かが起きてるよ。なんか日本風だね、これ。これ。清水寺やん、今の。今の清水寺じゃん。今の日本風だった種族は何だ。あれ？よかった。怪我はないようだ。僕の名前はレグ。あなたに謝らなくては。ようやく目が覚めた。僕はあなたを無理やり自分の花嫁にしようとしていたのか。ごめんなさい。私はあなたの花嫁ではありません。優しい。すまない、自分を止められなかった。僕の心は黒い闇に包まれていたんだ。君を死んでしまったダーリアの代わりにしようとしていたなんて。僕はレグ、私はここにいます。ダーリア、行きましょう。私たちは私たちの行くべき場所へ。ああ、ダーリア、もう絶対に離れないよ。この広い海の世界、あなたと私、二人が出会った。あなたがくれた小さな貝殻、日の光の中、美しく輝いて。これから二人、幸せ。返し歌だ、エディの古いな。じいちゃん、花嫁が花婿に贈り物の礼として歌う。この貝殻はレグという花婿が花嫁ダーリアに贈ったものなのだ。レグさんの怨念に操られてその貝殻を取っちゃったんだね。お供え物に手を出したことなんかこれまで一度もなかったし。でもそのおかげであの方たちはもう一度出会うことができたとも言えますわ。めっちゃいい子だな。だから気に病まないで。私たちは私たちの幸せを二人で探していきましょう。いや、いい子すぎるだろ。ありがとう、キール。そうだね、二人で幸せになろう。おいおい、二人とも、そこから先は結婚式でやってくれよ。大丈夫、キューザー。ごめんね、キールのために。このくらい大したことねえが、またいいところをこいつに持ってかれちまったな。腐ることはない、ヒューザよ。お主が時間を稼いでくれたおかげでこやつが間に合ったのだからな。さあ村へ戻るとしよう。結婚式の準備を急がねばならんぞ。
はい、というわけでちょっと時間がもうそろそろ1時間来ちゃう感じなんで、一回まあ結婚式前にセーブして終わりにしたいなと思います。ここじゃないどこだ教会どこだったっけ、こっちか、ここか、違うな、ここじゃない、あ、個人来てもうた。あ、異例の浜ではキールを助けてくれて本当にありがとう。バルチャ様にご挨拶に来ました。私たちの結婚式ができるのも全てあなたのおかげですわ。それじゃあ僕たちは家に戻ります。新しい貝殻も見つけておかないと。行こう、キール。はい、アーシク様。さて、その他には伝えねばならぬことがいくつもあるのだが、それは二人の結婚式がつつがなく終わってからだ。シェルナーの役目はまだ続いている。わしたちも明日に備えて準備をするとしよう。ダメ、結婚式始まっちゃう。花婿アーシク、花嫁キール、二人の愛は永遠のものとここに誓うか。誓います。誓います。母なる海の神よ、アーシクとキール、この二人が夫婦となることを認めたまえ。願わくば二人に大いなる海の恵みを、そして祝福を与えたまえ。何かけた。花嫁キールの返し歌の英字により、二人の婚姻の儀を結ぶものとする。はい、ウェディの古きしきたりにより返し歌をここに英字させていただきます。この広い海の世界、あなたと私二人が出会った。あなたがくれた小さな貝殻、日の光の中美しく輝いている。これから二人は永遠に、その手を携え永遠に幸せとともに歩んでいこう。やれやれ、無事に終わってほっとしたぞ。シェルナーとしてのお前の働きも見事だったぞ。誰もがこの一人前の証を受けるにふさわしいと思うことだろう。ほれ、冒険の書を出せ。おお、なんか変わった。これでよし。お前は一人前の証を得た。大きな町へ行ったとしても一人でちゃんとやっていけるはずだ。バルチャローがお前を呼んでいたぞ。今後についての助言でもあるのだろう。すぐに行くがいい。ほれほれ。良い結婚式だったな。アーシクとキールは新しい道を二人で歩み出したのだ。次はお主の番だな。お主は幼い頃にわしに拾われ、このフィーア孤児院で暮らしながら
両親を探すことをずっと望んでいた。だがな、何も言わずにこの鏡を覗いてみるのだ。おお、この鏡は真実を映すラーの鏡。なんと、やはり。しかし、こんなことがあるとはな。すごいね、このじいさん。お主は人間のお主であって、妖怪のお主ではないのだな。人間いるの、この世界。他人の体を得て生き返ったものか。何故お主の身にそんなことが起こったか。その理由はわからんが。この世界を照らした白き光、あれは勇者が覚醒を迎えた時に放たれる光だと言われておる。その白き光が世界を照らしたこの時に、お主という存在が生き返り、この村に居合わせたのは何かの運命だろう。ならば、その光が発せられた場所へ向かうことが、お主の進むべき道に違いないとわしは思う。旅立て、お主の運命を見定めるのだ。多くの国で活躍し名を上げよ。さすればキーエンブレムという鍵の形をした勲章を与えられるだろう。キーエンブレムはお主の力の証。お主を導くまさに鍵となるはずだ。わしはこれまでお主というウェディの若者の親代わりをしてきた。お主にはその体の持ち主の本当の両親をどうか見つけ出してほしい。それこそが奴の念願だったのだ、うん、手がかりは二つ。かすかに記憶にあった大きな城の姿と、両親が何かの研究者であるらしいこと。もちろん、お主自身が運命を見定めることもここで祈っておるぞ。お主も今はわしの子なのだから。別れの言葉はいらぬ。まずは北西へと向かい、隣の樹齢島にあるジュレットの町まで行くがよい。選別錬金釜。ちょっと一回記録して終わりにしたいなと思います。いや第4回でですね、だいぶやっと冒険が始まるって感じですね。はい。